ブル、得意なドリブルで仕掛けるためだ。中に入れて加藤のヘディング、素晴らしい追加点、セレッソ大阪起用に応えました。今シーズン初ゴール。いやー、ピンポイントでしたね。香川に続いて今度は加藤、今日ワンゴールワンアシスト。いやー、ここうまくギャップ作りましたね。ここは、まあ、奥野選手も起点になりながらうまく中央で起点作って、ここ田辺選手、ここオーバーラップしながらね、福田選手と少し2対1を作りながら、ここ田辺選手のクロス、左足のクロスはピンポイントでしたし、加藤選手のポジション取り、これ簡単なゴールに見えますけど、かなり難しい、まあフリーですけど、しっかりと右隅に流し込む、このヘディングのテクニックですよね。